はいどうも皆様こんにちは、つのキャビでございます。今回はね、ハンガーゲームズやっていきたいと思います。はい、今回ってくマップなんですが、チェルノブイということでね、チェルノブイリ2015、もう来年ですね、これ来年だよね。ちょっと待って待って、このマップの名前はスラッシュで2015あってね、もう来年ですね、もうあとすぐですね。はい、でなんかね、ここね、謎の VIP が1名いるんですけど、これちょっと僕名前聞いたことないんですけど、まあ、知ってる方いたらぜひ教えてください。この人誰ですかね。僕は聞いたことない人です。はい、でまあね、自分はねこのルートを使います。このルートです、よく覚えておいてください。まずさっきのとこを取ったら、ここのとこを取ると、まあね、2つまずレアチェストをゲットできます。で、まあこっちですね、うちの方までパパパーっと行ってもらって、ここら辺にどっかにチェストあったんですけど、まあそこら辺は放置して、とりあえずレアチェストだけ集めたいんで、あ、一応これ取っとこ、噛んだ、これはカスチェですね。はいんーで、こっち行って、どこだっけ、ここかにレアチェスト、ちょっと今回しょぼいんですけど、しょぼすぎるんですけど取って、待って、こっちのルート誰も来てなくね。まあ自分あんま行きたくないとこなんですけど、ここちょっとよく分かってないんで、チェルノブイリいつも向こうの逆側のルート行くんですけど、何これ、やめとこう。なんか今回あれだったって言うと分かんないと思うんですけど、なんだっけ、敵じゃない。場所が、スポーン場所が1,2,3だよね。多分3個ずつ入れればよかったはず。頭捨てちゃった。あれ開いた。あ、頭入ってた。やった。3個じゃなかった。全然3個じゃなかったし。はい、まあここはね、閉められる危険性があるんで、気をつけてください。オッケー、ダイヤ2個ある。で、まあここもね、ポイッといって、まあ、ここね、気をつけてください。穴が若干あるんで、シフトをして歩くなりなんなり。自分はね、見えるんでね、いいんですけどね。雷の音でっかいな。ほっ、ナイス。オッケー。あ、やば、なんか来た。ちょっととりあえず早めに殺さないと。ヨー、 HP ない、俺 HP ない、 HP ない、マジふざけんな。あっぶな、あぶな、あぶな、あぶな。 HP ないのにヤクザ2人が俺をいじめてくるんです。もしこの人何気に良かったんだよ、そう思った。ありがとうございます、さっきの無装備さん、無装備じゃなかったけど。で、まあね、ルートは終わりなんですが、終わりじゃないんですよ意味わかんねえよ。まあ、ここでね、まあ、大抵はいいんですけど、装備揃って、まあ、今回みたいにこうやってね、あれ、なんかダブチェ2つ取ってる、アチェ3つも取ったのに、なんか装備が弱いみたいな、そんな時あるじゃないですか。そういう場合はね、まあ、こっちのトラックが2つあるところまで来て、まあ、ここはカスチェストなんですが、取って、で、このね、トラックのここに乗ってもらうと、なんとここにレアチェストがあるんですが、取られてました。イエーイ。はい。なんで取られてんだよ、マジ。まあ、チェンロブリね、ルート紹介したことなかったんでね、ちょっとザファイナルわかんないけど。なんですけどね、紹介しながらやってます。はい。誰かいる。まあ、いや、こいつ倒そう。多分後ろからギフ乗りに来る。あいつは後で。そんなのは後で倒せばいいこと。とりあえずこいつを倒。名前かっこいい、こいつ。全部あれじゃん、数字じゃん。おお。あ、さよなら。おかずになりに行ったね、あいつは。自らその道を選んだ。待って、死ぬな、死んでるし、ふざけんな。あいつ引き戦じゃに、ちょっとスタッツ見ちゃおう。スラッシュレコード、あれ、あ、スペースがなかった。サブアカじゃねえか、ふざけんな。よし、逃げますじゃない、大剣作りに行きます。友達にリアルの方の、お前ピンカーだろ的なこと言われたんで、ちょっと今からピング見せますね。これで190以上だったら別にピンカーじゃないと思うんですよ、僕は。いきます。ほら209。別にね、自分ね、ピングいいわけじゃないんですよ。いいですか、
リング別に良くないです。はい、リンガーとか言わないでください。心が折れます。ほっほっ、あ、ここに登るのマジで苦手、パルクールが苦手。あっ、おう、ちょっと待って、これはタイムボーイとの勝負だな。どうもー、こんにちはーす。ワン、おナイス、オッケー、これ拾わして、マジで、よっしゃ、完璧。ほっ調子悪い、スパム弓しとけば勝てるっしょ。弓じゃねえわ、飯食ってんじゃねえ、戦ってる最中はそういうの禁止だ。こいつのキモいな、来た、うん、イエーイゴリ押しってか全然余裕だったんだけど、じいじー、はい、今回はね優勝することができました。これ当たんなかったんだけど、思ってた以上に。え、まあこの夢はね、フォルテ君が作ってるかってさっき言ったと思うんですけど、まあ本当かっこよくないですか、回ってくる、ほら、あれ、殴ってる、火が止まってる、キラーン、かっこいい。はい、まあどうでもいいんですけど、棒スパナー棒スパナーって言われちゃった、あらら、まあいいや。はい、というわけでね、なんか、え、装備持ち帰ってスイッチ始まった、なにこれ、ボスパンって言われちゃったんですけど、おすすめのは知りません、荷物持ち帰ってきちゃいました。はい、それではね、最後はね、見てくれた方ご視聴ありがとうございました。無事、あ、ミスった、無事、はい、998回目の優勝ができました。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。